ここの番組で、前回かな、あの国民新党の広報部長であられたあの片桐さんがおっしゃった面が半分当たっていて、はいはい、彼はこう言ったわけですよ。原発は私は反対です。どうしてかというと、この政治、この今の、あの大衆政治では この、あの原発をですね、それこそマネージすることができない、うん、でこれ半分全くそうだなと思うのが、まさにこのその原発に対する論じ方なんですよね。でここはその私は何が嫌だって、なんか日本人がですね、私はその論じ方がバカだとかそういうことを言ってるんじゃなくて、逆に賢いというか、もっと言うと逆しらというか小賢しいというかですね、嫌なところがすごくあるのはですね、脱原発ってすごく流行ってるんですけども、本当に今すぐ原発全部やめてしまえっていう人っていうのは結構少なくて、ほとんど脱原発って言ってる人のほとんどがですね、その今は急には止められないけれども、いずれ脱原発の方向に、行きましょう、その間自然エネルギーとか頑張って取っ換えていきましょうって、この一見ですね、誰も否定しえないですね、そんな技術的にそんなものができたら、それは誰だって最初から原発従事者以外はですよ、やりたくはないわけですよ。でそんなものがあればいいんだけど、できないから、それは経産省やってくれそうで やってるんですが、そこのやっぱり小堺さん欺瞞っていうのはですね、じゃあ原発がを完全に他のもので代替できる、その時私がこの番組の冒頭で言ったセキュリティのことをみんな忘れてるんですが、セキュリティも原子力に代替できるもので、である程度のマスで確保できて原発をやめることができる日はいつなのかと、多分30年40年50年なわけですよ。その間はですね、付き合わなきゃいけないんですね。でその付き合わなきゃいけない間から目をそらしてるって意味じゃ、なんかね、この脱原発をいずれっていうのの欺瞞っていうのは、脱原発って言っておけば OK だし、だからといって覚悟はないので、利便性は手放したくないっていうのは、何かですね、一定の目処が立った段階で退陣するって言ってるに等しいですね。だからこの人が言ってるんですよ。だから今菅さんが、ね、これは噂ですがね、脱原発という付け加えたいのは、その片桐さん、こういうメッセージ出して悪いけども、ような言い方、つまりこのね、何の頼りにもならない大衆社会、大衆政治ではね、原発ってものを的確にね、あの非常に注意を払いながら運営できないだろう、その通りでしょ。同じことは 原爆についても言われてるのね。こんな状況で原爆というあの核も危ないものをね持ったら、でもね、そこでこういう論法もあるんですよ。それはその通りだが、しかし他の国々もね、日本とさほど変わらないね、ろくでもない大衆社会であり、ろくでもない大衆政治家たちがね、ろくでもないスペシャリストなり何なり集めてやってるんだと。その中に我々はいやおうなくその国際社会の中に入ってるんだと。そうならば一つはこういう可能性あるじゃないかと。はっきり言ってね、原発ってのはものすごく危ねえもんなんだと。原発に限らずあらゆる技術は危ねえんだと。でもね、この技術文明の中から我々は引き下がれないんだと。その時にこれまでの東電のように安全だ安全だというね、もちろん僕は東電批判してるんじゃないの、安全か安全かって要求したから致し方なく安全だ安全だと答えたから、東電のね立場も割り引いて評価しないといけないんだ、ともかくね、安全だ安全だと言ったからこんなことになったんだって、当初からね、原発も原爆も極めて危ないものだが、それを持たなければ原爆で言えば国家のね自立はかなわぬと。原発で言えばね、エネルギーのね安い価格による安定長期供給も叶わない可能性が非常に高い。それ自体構わないとしても、貧しさを我慢すればいいんだけどね、そのせいで日本がこれまで以上に独立の立場を失っていくと。おそらくどっかの国のね、要するにエネルギー政策なり何なりのですよ、要するにそれにマニピュレート操作されることになるだろうと。これ以上国家の自立心自尊心をね失うのは我慢できないと。そうならばね、原発という危ないものも堂々とやってですよ、それでね、危ないっていうかな、危機に満ちたもんなんだから、え、今度の権利のこと起こるでしょ。でもいいじゃないかと、起こったら宿泊してね、また対応するしかないだろうと。何もそれ素晴らしいって言ってんじゃなくて、そういう文明段階にね、俺が選んだわけでもない、みんなもう ないけども突入しちゃってるんだと。そこから綺麗事で引き下がろうとは何事かっていうね、そういう言論をほっとっていう。だから中野さんがさっき言われたことでもね、要するにジレンマの議論を全部下げてるわけ。その通りです。こっちかこっちか、そこなんですよ。そうです。なんですよ。ところが